私の考案したこの装置を。これをうまく使えば被害を最小限に抑えて巨人を捕獲できるはずだよ。なるほど、よく考えたな。でしょ、そうでしょ。じゃあいいよね、巨人の捕獲作戦を許可してくれるよね。そうだな、構わない、作戦の許可を出そう。うはーはー、ありがとうエルビー。早速準備に取り掛からないとね。イヤッホー。リヴァイ、この作戦はお前の班にも協力してもらった方が良さそうだ。チッ、またあのクソメガネの世話か。あのメガネ、先に行きやがったな。まあいい、やることは変わらん。俺たち特別作戦班の任務は巨人捕獲の援護だ。ハンジたちは罠の場所を決めてるところだ。急いで追いつくぞ。複数の地点から援団救援要請です。なんでこんなに散らばって。作戦開始地点は一箇所のはずだ。クソ、何をやらかしてやがる。救援して回りますか、それとも先にハンジさんと合流すべきでしょうか。行動なんてすべきじゃなかった。これじゃ俺の方が巨人に捕まっちまう。分隊長の命令に従ったらこのざまです。助かりました。もういい、ハンジの元に向かえ。これでまた仲間を無駄死にさせやがったら、ただじゃ済まさん。ハンジさん自信満々でしたし、きっと勝算があるんです。まとめて相手して。リヴァイ兵長、助けてください。俺の敵じゃない。やる、やる。ご迷惑をおかけしました。軍隊長が手分けして捕獲地点を探せというものです。私も行きます。チッ、さすがにクソメガネに合流しろ。単独行動を続ければ目的を果たす前に死ぬぞ。あれは救援要請、急行します。行く。俺の救援まとめて相手して援護を頼む。巨人の捕獲地点を探していたんだな。この兵力での参加にはリスクがでかすぎる。すぐにハンジと合流しろ。面白い気がしやがる。行きやがった。ごめんよ、でもここいい場所だろ。罠の準備のために周囲の巨人を助けよう。ハンジさん、捕獲する巨人を残さなくてもいいんですか。まずきっちり罠を設置する必要があるんだ。捕獲する子は他に見つけてあるしね。うわ、
これで罠を設置できるね。モブリット、罠の設置を頼むよ。私はリヴァイと捕獲大将を連れてくるからさ。分隊長、勝手すぎます。うまくいかなくても知りませんよ。北の採掘場跡で捕獲しやすそうな小さめの巨人を見つけておいたんだ。3メートル級の小柄な子と少し大きめな7メートル級の子、一体ずつでお願いするよ。てめえのクソみたいな注文を聞ける余裕があればいい。北の採掘場までは楽に行けるはずさ。オルモたちに巨人を一掃してもらってるからね。クソ、部下に危ねえ真似させやがって。救援要請ね、助けに行かないと。ヤツら小さいで、おまわりが効くな。おい、エルド、ハンジが連れてこいっていうのはこいつらか。兵長、はい、ハンジさんの要望通りです。大きめの奴らは採掘場から遠ざけてあります。やめろ。了解しました。この大きさ素晴らしい。これで気持ちだったら最高なんだけどな。やる飛行士ならここにいるだろう。罠を仕掛けた地点まで誘導する。誤って殺して一からやり直したくはねえ。話しやがれ。俺だって役に立つとこ見せてやります。無理だ、撤退するぜ。どうして負けます。今だ、罠を起動するよ。連れてくるのは厄介だったが、捕獲は随分あっさり。ちゃんと罠に入っていい子だったよ。もう一体、友達も捕まえてあげるからね。俺の敵じゃん。遊べてあげる。世話になった。どうする化け物。出番する。あの縁談の司令が仕上がる。助けなきゃ。了解、行く。了解。こいつをどうにかしないと。おとなしくしてろ。リヴァイ兵長、援護感謝します。捕まえるよ。
作戦成功だ。あとはこいつらを連れて帰らねえと。ヤッホー！2体も捕獲できるなんて悪い。最高の結果だよ。さあ早く。まずい、巨人が近づいてくるぞ。かなりの数だ。まだ巨人は運搬できる状態じゃない。リヴァイ、なんとか守ってくれ。総員迎撃しろ。巨人を運ぶ手段を邪魔をさせるんじゃねえ。了解。行く。まだ残っている捕獲用の罠をうまく使えば巨人を足止めできるはず。私がやります。重せえ、ずらしやがる。やる、やる。重せえ、ずらしやがる。行く。おとなしくしてる。やる。奴らを殺したら捕獲した巨人を運ぶぞ。あとは強行突破でなんとかなるだろう。
まったくしつけえやつらだ。今のうちに捕獲した巨人を運べ。ヒャホー、聞いてくれモブリット、巨人の捕獲に成功したんだ。見たいのだよ。分隊長、浮かれすぎです。おーっと喜ぶ前にあの子たちに名前をつけてあげないとね。そうだな、昔昔あるところに人間を食う一族がいた。巨人のことじゃないよ、人間の一族だ。また始まったよ、分隊長の命名式。彼らは山の中腹にある洞窟に身を隠し、旅人を殺しては金品を奪い、というわけでその一族を率いた男の名前をあの子たちに授けようと思う。4メートル級がソニー、7メートル級がリーンだ。